有部以芭蕾舞为题材的人气漫画被改编成真人版电影，作品由香港导演李智毅执导，日本女星黑木美沙担任女主角。电影率先在原著发源地日本上映，让电影中客串演出的兼为电影献唱的东方神起这一日联同黑木美沙一起出席首映活动。东方神起的人气实在是太强劲了，戏院里面九成都是他们的歌迷，抢了女主角的风头。こんな間に入れてもらっちゃいまして、ねえ、黒い服着たらねメンバーちょっと入りそうだったし、本当そうですよ。自分もアーティストになるためにオーディションに受けて、もうこの歌の世界に入ってきたんですけど、この映画でも自分を信じて夢を持って行くと夢は叶えるっていうメッセージが自分にも伝われて、すごく感動した。バレエとやっぱ歌とはちょっと違うかもしれないですけど、夢っていうものはやっぱ人によってみんな一緒じゃないか、同じものじゃないか。そうですね。電影讲述一名少女在逆境之中成为优秀芭蕾舞者的奋斗故事。黑木美沙和高亚娜两位身形高挑的日韩美女，在戏中饰演天才芭蕾舞者，开镜前三个月更加要每日接受六个钟头的芭蕾舞特训。よろしくお願いします。でまず黒木さんにお伺いしたいんですが、はい、今回人気漫画の映画化で自分が主役を演じられると、最初聞いた時はどんなお気持ちでしたか？日本語うまいですね。すごく天才バレリーナっていう役だったので、うん、不安の方が正直大きかったですね。うん、その前はバレエの経験がありましたか？なかったですね。私も雑誌とかドラマの中で少しずつやったことはあるんですけど、本物でやることは最初です。でも2人もバレエダンサー似てると思います。足が長くてで顔も綺麗で。除了兩位美少女之外，戲中另一位表現突出的演員就是陶井芬了。由呢一位大前辈饰演黑木美沙的恩师，绝对令到电影声色不少啊！カメラが回ってない時から注意されてたんですよ、桃井さんに。こう桃井さんもずっと踊ってたからバレエを、だからその踊ってるか踊ってないかは立ってるだけで、立ってる時の形でわかるから普段から気をつけなさいっていう話をずっとされてて、なのでその演じてる時と演じてない時の差があんまりなかった。そのカメラが回ってないところでもそのバレエの指導をされてたし、カメラが回ってからもそういう役だったし、なのですごく愛情のある人、優しい人でしたね。故事主角梦想成为优秀芭蕾舞者，眼前两位美少女在细个的时候曾经都各有抱负的。讲讲下，看来 CEN 日后要找星级主播有人选了噃。芭蕾 dancer考えたことはないです。ないです。本当にちっちゃい時、4、5歳ぐらいの時はケーキ屋さんになりたいと思ってました。ケーキ屋さん、お菓子屋さんって言えばいいですかね。うまいですか、料理とかは？うまいんですよ、ケーキ作るの。ご飯は作れないんですけど、ケーキとかお菓子みたいなのは。私もそうです。全然違うものですね。そう、全然違うもの。だからちっちゃい時からそれはありました。アラさんは？私は本当に小さい時には夢がたくさんあったんですけど、中2歳くらいからアナウンサー、夢になってすごく勉強とか楽器とかも一生懸命やったことが思い出しますね。ぜひ牛のテレビ局でアナウンサーしてください。そこは。